リライズニュースの編集を務めています川名と申します。今日は有限会社ロコモーティブ代表の青山力弘様にお話をお伺いしたいと思います。お忙しい中ですね、大変貴重なお時間作っていただきまして誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速質問の方入ってまいりたいと思うんですが、青山さんが描かれている夢やビジョンをお聞かせください。はい、ありがとうございます。まずちょっと早速ではあるんですけど、私の方から一つ自己紹介を少しさせていただければと思います。はい。私、青山力弘と申しまして、1987年生まれの東京育ちになります。で、有限会社ロコモーティブといたしましては、主に商社、貿易、コンサルティング、この3つを軸にしまして、産業廃棄物だったりとか一般廃棄物、いわゆる皆さんが考えていらっしゃるゴミを資源に変えている会社となります。で、昨今ではですね、SDGs 関連の仕事も新しくサービスとして始めているところでございますので、そちらの話もご質問の中からお話ができるかなと思います。で、僕なんですけれども、最初の、ご質問のところなんですけれども、私の、ビジョンといたしましては、みんなの選択肢が、笑顔につながる世界を作りたい、このワンフレーズになります。で、どういうことかと言いますと、人生っていうのはとても選択することの連続なのかなというふうに私は考えておりまして、もちろんその選択をする上で、正しい選択をしたいっていう気持ちはきっと誰しもあるのかなというふうに思っているんですけれども、じゃあ正しい選択って何なのかっていうところなんですね。で、例えば、全てが、選んでるときに、全てが自分にプラスに働くこと、これもプラス、正しい選択になってくるのかなと思いますし、よくよく考えてみると、人間って、安心安全とかを求めるために、自分にプラスになる選択肢にこう動いていくっていうような傾向があるのかなというふうに感じております。で、またじ、うん、自分をですね、あえて厳しい環境とかにおいて、自分を高めたいっていう人もいますの、います、いると思いますけれども、これもある意味、自分にプラスになる選択を最終的に取っているように考えることができるかなと。ちょっと言い出したらキリがないんですけれども、要はその選択一つ一つ取っても、最終的にやっぱり自分にプラスになってくる選択をしてる傾向があるのかなというふうに思ってます。で、それは結局生まれた環境だったりとか、今まで過ごしてきた環境、自身の努力で新しい選択肢を見出して、いろいろな選択肢を持つことができた人だからこそできることだったのかなっていうふうに、思うようになりました。で、それはそれでやっぱり幸せな人生なのかなっていうふうに思いますし、ご自身の、その頑張り、努力っていうのが実を結んだ結果だったのかなと思います。ただ、ここで考えていただきたかったのが、正しい選択肢を多く持てない人っていうのが、一定数いる。先ほどの正しい選択っていうのが、前段の、定義とさせていただくと、やっぱり持てない人も中にはいらっしゃるのではないかなと。で、例えば、世界的に見ても、例えば貧困だったりとか、地政学的なリスクを持っている人たち、日本でもですね、貧富の差が生まれてきているともやっぱり言われてきていて、7人に1人は相対的に貧困になってるよねっていうデータもあったりするぐらいなんですね。で、それが結局自身にとって、その環境の影響だったりとか、正しい選択を持てないっていう方々というのは、プラスの選択を持つことができなかったり、本当にやりたいことがあるにもかかわらず、何かしらの制限があるために、別の選択肢を選ばざるを得ない。こういうことを考えるようになりました。で、私はそのような人たちを助ける、力になっていきたいなというふうに思ってます。で、今はその、分かりやすく個人の例とかで、話しているんですけれども、これ結構企業とかにもやっぱり当てはまるんじゃないかなっていうふうに考えております。で、私が目指すのは、自分たちで、選択肢を持てない状況にいる人たちに、笑顔につながる選択肢
っていうのを、作り出す、環境を作り出して、その時に少しでもつどつどのプラスの選択、これを選ぶことができる世界を作っていくってところが、私の、まあ、ビジョンになっています。はい。ありがとうございます。いや本当に一瞬一瞬のこの選択が笑顔につながるってね、みんながそれができたら本当に、笑顔あふれる社会になりそうだなっていうのを聞いててすごく感じました。そうですね、やっぱりそのつどつどでやっぱり選ぶことっていうのは、まあ、状況によってもそのタイミングで違うでしょうし、その今現時点で置かれている状況から選ぶことしかできないこともあるとは思うんですけれども、その中でも、マイナスの選択肢だけじゃなくてプラスの選択肢にこう切り替え、選択肢を増やしていくっていうところが、私の活動でできればなというふうに思ってはいます。ありがとうございます。ではですね、そういった夢やビジョンを具現化していくのに、どのような目標や計画というのを立てておられるでしょうか。はい、先にじゃあ結論を申し上げますと、目標というのは、まあ、先ほどちょっと冒頭自己紹介でもお話しした SDGs、はい、この思考を取り入れて選択肢の幅を広げていくってところが一つ目標になるかなと思ってます。で、計画に関しても一言でまとめてしまうと、まあ、同じな、思いを持つ仲間と協力、まあ、パートナーシップですね、うんうん、を結んで、まあ、啓蒙活動だったりとか、企業や個人に対して、はい、その SDGs の思考というのを、学び深めていく、ここが、目標と計画の部分になります。で、もう少し、詳細のところをお話ししていきますと、まあ、具現化するために、まあ個人のそうですね、マイン、まあ、考え方、マインドですね、はい、マインドとか、企業のまあそれこそ力っていうのが必ず必要になってくるかなと思ってます。で、もちろんその現状維持の選択、要はもうプラスにもマイナスにもいかないで、もう今のまま変化なしで、うん、っていうところも一つももちろん選択肢ではあるので、もしかするとちょっと私の考えっていうのがそのような方々にはなかなか響きづらい部分はあるのかもしれないんですけれども、まあ、その現状維持がずっとその例えば10年20年続くわけでは決してないと思うので、その中でも、プラスの選択肢を取れるような、うん、活動をしていければっていうところが、まあ、一つあります、うん、で、まあ、先ほどからちょっとお話、単語キーワードとして出ている SDGs っていうところが、その個人のマインドと、まあ、企業の力、これが掛け合わせ、掛け合わされることによって、その SDGs のまあ、17の目標というのもありますけれども、達成できる要因にもなりますし、先ほど申し上げた、まあ、選択を広げていくところの選択、考えそして広げることができるのかなというふうに思ってます。で、まあ、そうですね、 SDGs は10、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うので、ここではそんな詳しくは言わないですけれども、はい、まあ、17の目標があって、まあ、2030年までに達成しようっていうような、まあ、大きな話なんですけれども、うんうん、実はその目標を達成するために必要となりうる、まあ、要素とか考え方が、はい、私が目指すミッション達成の部分、まあ、ミッションとかビジョンですね、うん、の達成の部分に大きくリンクしてるんじゃないかなというふうに考えています、うんうん、まあ、つまりその SDGs の思考を学ぶってところの、まあ、ステップアップが、まあ、私の、ビジョンの達成の第一歩、まあ、選択して、まあ、笑顔が広がる世界っていうところにつながっているんじゃないかなというふうに思っておりますので、まあ、先ほど計画というところでお話ししました、まあ、啓蒙活動だったりとか個人や企業に SDGs 思考を、の学びを深めていくってところが、行動目標になっているところになります。はい、以上です。ありがとうございます。ではですね、そういった夢やビジョンに向かってですね、現在どのような活動指針を持ってどのような活動をされておられるでしょうか。はい、そうですね、まあ、計画の部分で SDGs という言葉がちょっと何度も出てはいるんですけれども、はい、まあ、まあ、やっぱり SDGs には正直課題であったりとか、一部ではやっぱり理想だよねとかボランティアだよねとか綺麗事だよねとかいうふうに、まあ、やっぱり揶揄される部分も正直まだ現状あるのかなと思っています。まあ、確かにその表面上だけやっぱり見るとそのように見えてしまうかもしれませんけれども、やっぱりこの考え方だったりとか、そのまあ
ぱり学んでいくと、まあ、それだけじゃないよねというようなところがやっぱり見えてき、てたりもします。ましてやその、まあ、理想論だよねとか、あの綺麗事だよねってところで止まっちゃってる人たちっていうふうの目線で見ると、まあ、そのような人たちほど、そうですね、まあ、選択肢をそれこそ狭めている、まあ、自分だけの考えに固執しているって言った方がいいんですかね、というような可能性がちょっとあるのかなっていうふうに私は逆に考えています。で、まあ、私個人としても、その SDGs をなんだろう推進、推奨している部分もあるので、うん、まあ、ちょっと今のインタビューも含めてポジショントークになってしまう可能性があるんですけれども、あえてその逆の目線、SDGs に懐疑的な人たちの目線で、まあ、伝えるとするならば、そうですね、まあ、目標達成やその自分を変えるための思考を養うことができる、まあ、ツール、道具として SDGs を捉えていただくってところが一つ一本目なのかなという、気はしています。うん、で、まあ、もう少しちょっと分かりやすく言うと、そうですね、自分の成長とか会社の成長のために、うん、ための、思考、考え方っていうのがその SDGs には詰まってるってことが言えるのかなと思ってますので、うん、まあ、食わず嫌いとか、にはならずに、そのフラットな状態で、その、まあ、足を踏み入れる。それこそ、勉強し、新しいことを勉強するっていう選択肢をこう加えていく。ってところも、もしかしたらその懐疑的な人たちってところに関して言えば、まあ、踏み出していただくってところが一つ新しい世界に飛び込む選択肢が増える一歩なのかなというところになります。で、まあ、マインドブロックだったりとか、まあ、個人の中で、はい、やっぱり、まあ、変な話凝り固まってしまった考え方とかもあるとは思うので、まあ、そこの部分を一つほぐすためにも弊社、まあ、ロコモーティブといたしましてはいろいろその例えばブログだったりとか、はい、企業や法人様に向けてそのようなところを研修や講演っていうところも実施しているところなので、このような活動というところが、まあ、活動指針だったりとか、うん、基本活動っていうところになってくるのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。食わず嫌いではなくて、まず食べてみるって大事だなというお話を聞いてて感じました。そうですね、まあ まあ、このだけの話ではないとは思うんですけれども、うん、まあ、やっぱり変化するってところがやっぱり日本人特有なんですかね、少しやっぱり、うん、怖がってる部分があるのかなっていう気はしてますし、まあ、逆に若い年代って言ったら変ですけど、まあ、Z 世代とかミレニアル世代とか、うん、そこら辺の人たちって割とこう変化することを多分好んでる気はしてはいるんですよね、うん、だそれの部分、まあ、その年代の部分とやっぱりそのベビーブーマー世代だったりとか、まあ、いわゆる私たちよりご年配の方々、ここのやっぱり考え方を少しずつこうすり合わせていったりだったりとか、うん、っていうところっていうのも大きな一歩になるんじゃないかなとは思ってます。ではですね、そういった夢やビジョンや今の活動ですね、をやるに至ったその出会いとか、その中での気づきとか発見というのは、どういうものがあって今のこうビジョンに向かわれるようになったんでしょうか。そうですね、まあ、ここはちょっと私の過去を話す形になるんですけれども、ちょっと実は暗い話になります。はい、まあ、結論言ってしまうと、実私の父親が、まあ、ロコモーティブの先代、まあ、1代目の社長で、私が2代目の社長になるんですけれども、はい、まあ、その父親が、まあ、ちょっと亡くなったことが実は人生を大きく変えたなってところが、あります。まあ、そうですね、冒頭お話ししましたその私のビジョンの、うんうん、まあ、みんなの選択肢が笑顔につながる世界を作りたいというところなんですけれども、まあ、この考えに至るのがその父親が亡くなった、まあ、すぐ後ですねに気づいたってところになります。で、まあ、よく、まあ、私の考えすぎって言われることもちょっとあるんですけれども、まあ、父親がちょっと亡くなった原因がもしかしたら私にあるんじゃないかなっていうのは実は思ってる部分がありまして、はい、まあ、先ほども2代目社長って話はしましたけれども、まあ、私の父親なので、はい、会社を継ぐなんてこと正直私当時考えてなかったんですね。で、割となんか
こう、なんですかね、まあ、ヘラヘラとは言わないですけれども、うん、まあ、楽しく過ごせればいいや、みたいな、いうような感覚で、うん、まあ、正直仕事してた部分が昔はあったんですけれども、うん、まあ、その時から実は、その父親もあまり体調が良くなくて、闘病生活も含めて、やっぱあったので、まあ、その中で、そんなんじゃダメだってところも含めて、私をまあ厳しく育ててくれたってところがあったんですね。うん、で、まあ私が変な話、少しでも早く一人前になってたりとか、それこそ代表 になるその覚悟とかがあれば、うん、まあ、それこそ父親にも時間ができましたし、例えば治療をしっかり受ける入院期間だったりとか、闘病期間ってところも、もしかしたら持てるんじゃないかなって思うと、うん、まあ私の存在がある意味、まあ考え方、甘い考え方とかが父親の生きる選択肢を奪ってしまった。っていうふうに逆にちょっと考えるようになったんですね。うん、で、まあ、これは実は私にとっては、マイナスな考えとは捉えてなくてですね、はい、ここで初めて私の頭の中に、その、選択肢っていう言葉が根付いたんですね。うん、で、まあ、もちろんもっと選択肢があってもよかったんじゃないかとか、うんうん、選択肢を、まあ、例えば狭めてしまったのは知識がないからとか、まあ、いろいろそういうふうに、自問自答するようになって、まあ、その後は、いろいろやっぱり好奇心、持ち前の好奇心もあったので、いろいろこう、はい、まあ、先ほどの食わず嫌いじゃないですけれども、うんうん、勉強して、で、そこであったのが、SDGs はじめとするその思考、SDGs 思考と言いましょうか、うんうん、いうところに、まあ、なってきたってところですね。そこでやっぱり大きな変化が、私の中であって、自分のその選択肢を広げる、笑顔を作る、広がる世界ってところにやっぱりリンク大きくリンクした、きっかけになったのかなと。で、まあそうですね、人生って考えると千差万別でいろいろあるとは思うんですけれども、はい、まあやっぱり何かの要因で選択肢を皆さん自分自身で狭めている可能性がやっぱりあるのかなと。私もさっきのね、父親を奪う、まあ、生きる選択を奪ってしまったとお話ししましたけれども、それを、まあ、マイナスでドンと捉えてしまうと、やっぱりそれで一気にまた選択肢が、視野が広がらなくなってしまうこともあると思うので、うんうん、まあ、そこはちょっと私に独自の話かもしれませんけれども、かなりそこの部分が選択という言葉が根付いた瞬間で、はい、まあ、私のビジョンに大きくリンクした、まあ、ヒントですね、になったのかなというところで、まあ、出会いや発見っていう、まあ、発見ですかね、というような、うん、気づきを得た瞬間でした。はい。ありがとうございます。それは、本当大きな変化でしたね。そうですね。まあ、やるかやらないか決めるのは、やっぱりそれも自身の選択なので、やらないっていう選択肢をするってことも、もちろんありだと思うんですよ。ただまあ、やらない選択肢しか持たないっていうのはちょっと違うのかなっていうのを私も今回、まあ先ほどのエピソードの中で大きく学んだ部分にもなるので、まあその時に、時々にできるそのベストな状況、選択っていうのを、まあ作れる環境を、まあ作っていきたいなというふうに思ってます。ありがとうございます。はい。ではですね、そういった、気づきや、出会いですね、その背景にさらに、どういったものが終わりだったのか、まあ、今だいぶ話されていたので含まれるのかなと思うんですが、もし補足とかですね、まあ、まとめというような形でお話ししていただければと思います。はい、そうですね、まあ、先ほどもちょっと申し上げた通り、このエピソードは正直私自身がやっぱり直に経験して感じたところにはなるので、うん、これについて、まあ、みんながみんな、いやそうだよね、共感できるよねっていうわけではもしかしたらないかもしれないんですけれども、ただその中でやっぱりなんだろう、まあ、マイナスの経験って捉えることなくプラスの経験として捉える、それもある意味私の選択ができたからかなっていうところはやっぱりあったので、まあ、そういう意味では皆さんがいろいろ迷ってらっしゃる、例えば、まあ、学生とかの方であれば、例えば就職活動とか、うん、仕事されてる方であれば、仕事の悩みとか、
役人は、まあ、例えば4、50代の方とか、今後の老後の話とか、まあ、いろいろ各年代によって悩みっていうところは、本当にあると思うんですけれども、うん、その中でベストな選択を一つ一つ、抑えることができる、まあ、それが、私の中でその SDGs の思考、考え方っていうところが、うん、そうですね、まあ、ここまでの考えにさせてくれた、やっぱり、まあ、ある意味ツールにはなるので、まあ、そういう意味でも、先ほどの行動方針、行動指針のところでもお話ししましたけれども、まあ、私のようにその、プラスの選択肢が取れるような方々、うん、こういう世界をどんどん作っていきたいなというふうに思ってますので、まあ、そのような、まあ、今回の出会いといいますか発見です、気づきですね、というところは、やはり私に大きな影響を与えてくれた経験なのかなというふうには思ってます。はい、本当今日ですね、大変貴重な人生のお話ですね、お伺いしまして、はい、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、本日ですね、青山力弘様にお話をお伺いしました。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。